新潟市陸上競技場は、新潟県新潟市中央区の白山公園内にある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は新潟市が所有し、公益財団法人新潟市開発公社新潟アルビレックスランニングクラブが指定管理者として共同で運営管理を行っている。新潟市は昭和初期に行われた、 品野川両岸の埋め立て地開発の一環として、白山公園に隣接する南側の埋め立て地を運動公園として整備することとし、陸上競技場、野球場、定球場などを建設することになった。運動公園には後に白山総合運動場の名称が付与され、このうち新潟市営白山陸上競技場は1936年に開場した。 1964年の第19回国民体育大会が新潟県で開催されることになり、白山競技場がメイン会場となるのに伴い、県に移管して改築工事を実施。新潟県営新潟陸上競技場と解消し、竣工後の運営管理は市が引き続き住宅した。この年の国体は東京オリンピックが 平年の秋季大会開催月にあたる10月に行われることを考慮し、それを6月に前倒して春季大会として開催。期間中は県内外から多くの人々が訪れた。しかし、閉会式からわずか5日後の6月16日、新潟地震で被災。一帯はもともと埋め立て地だったことから液状化現象が発生し、 競技場もどもりスタンドの崩落や仮設スタンドの崩壊などの被害を受けた。1983年、所有権が再び県から市に移管。しかしトラックは、当時すでに一般的だった全天候補装ではなく、砂式のサンドトラック。フィールド内の高麗芝も全く這い揃わず、バックスタンドもあちこちで芝の剥がれや崩落が見られた。管理が、 市に移管した後に改修工事が施され、全転候型トラックとなった。1992年に、新潟県内では、初の J 公式戦となる、J リーグ山崎ナビスコハイ、ベルディ川崎対清水エスパルス戦が開催。だが、現行設備では、J リーグの開催基準を満たせないため、1993年に、新潟市は、リーグ戦有地の偉大規模な改修を実施。 バックスタンドをコンクリート張りにして、全席ベンチ席とし、電光スコアボードを設置。傷んでいた芝生は、JRA 新潟競馬場の技術協力を得て、高来芝から西洋芝居と変更。改修後の1994年、J リーグプレシーズンマッチ、ジェフユナイテッド、市原対ボタフォゴ戦、浦和レッドダイヤモンズ対現代自動車戦が開催された。その後、 新潟県内の競技場としては初めて本格的なナイター設備を設置。1995年全面改修終了後発の J リーグ公式戦として、柏レイソル対サンフレッチ広島戦が開催された。通常、陸上競技場やサッカー場のスコアボードはメインスタンドから向かってバックスタンド左側に設置されることが多いが、東京競技場では右側に設置されている。 1996年から北新越サッカーリーグの単発開催を経て1998年の旧 JFL 昇格以降から本格的にホームスタジアムとして使用。2001年の新潟スタジアム完成後は徐々に使用回数が減っていき、2003年9月3日の試合を最後にすべてビッグスワン開催に切り替わり実質の移転となった。それでも、 2010年までは J リーグ発行のファンズガイドにはビッグスワンと共に本スタジアムをアルビレックスの本拠地として紹介していた。しかし2011年は本競技場の項目が削除。2013年よりホームスタジアムとしての登録も外れている。アルビレックス新潟のホームスタジアム機能がビッグスワンに移転した後も練習やプレシーズンマッチ、 株組織や日本女子、サッカーリーグのアルビレックス新潟レディースの公式戦などで使用されている。白山公演も合わせて参照。ありがとうございます。